今日ついに、どんぐりさんの奥さんを紹介していただけるとのことで、いや本当はしたくないんだけどよ、はい、かわいすぎるから、はい、うん、おめえ見たいのか、見たいし視聴者さんも見たいんじゃないですか。じゃあ見せっかい。でもよおめえ来れんねよお前。今日来てらっしゃいます。来てるよ。結婚して何年ぐらい経ちました。35年。35年、うん、あの夜の営みは毎晩だよ。毎晩おめえ毎晩、うん、毎晩入れたり抜いたり入れたり抜いたりよ。はい、うん、でもよ、はい、最近よ、はい、なんか終わるの早いよな。誰が。うん、俺が産んだんだけども、はい、舐めて気にないよ。あ、臭いからじゃないですか。いやそれ風呂入ってるよお前。臭いんじゃないですか。いや臭くねえっつってんのお前。なんか臭そうですもん。おめえが言うな。おめえも臭いべえお前。いや俺は臭くないですよ。誰が言ったお前。でもいいや、とにかくよ、はい、かわいいんだ。はい、うん、紹介しっかい。あの、じゃあ映してしまって大丈夫ですか。いいよ。あ、はじめまして。こんばんは。あ、元何か言っていいよ。俺のこと褒めていい。褒めとこねってかい。まあでもこっからな、一緒に帰ってよ、はい、こんばんは3回やるよ。あ、そうですか。何やんの。3回やるよ。おめえ大丈夫かい。うん、1回は投げのかな。え、1回3分だよ。3分。カップラーメン。うん、3分むずかな。ちゃんだ、うん、1回3分むずかなこれ。いやどうも。うん、でもちょっと舐めできろ少し。鍵一本。どうですかね実際。どうでしょうね。なんかダメかい。ちょっとだけ入れやな。、うん、みんなの前だからそれも言ってくれよお前。ちょっと詐欺っぽくらい舐めますよって。ね、もうな、髪の毛がないからな。それを承知で付き合ったんだべがなお前。いや元からあったけんどよ少し。本当に付き合ってるんですか。お前だから結婚してるっつってんの。本当っすか。髪の毛がないんだよ。いや自分付き合い長いんですけど、うん、初めて拝見したんで。いやだからおめえ合わせ願ったのおめえこれと悪いからおめえ。なるほど。どうするんじゃこれから。ちょっとんじゃここで脱ぐかい。一つ。あれ、どうぞです。お、お疲れ様です。どうぞです。何やってんすか。撮影ですか。じゃあ帰りましょうか。あ、あおちゃんです。 あれ、あ、どんぐりさん、お疲れ様です。何やってんすか。こういうことどんなって。嘘。ちょっとそういうことすんなって本当に。嘘。不可思議。これカットするよおめえ。ここやっぱタイソン名乗ってる人は不可思議が癖になってるんですね。ああとすっぺ、これ終わったな。これおめえ見てる人、お前俺に嫁いねえと思うべえ。お前これ逃げた方がいいんじゃないですか。逃げた方がいいっすよ。やられますよ250番さんに。Ha ha 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 ha